断で見るのを伏せっ失敗したからすぐにわざわざ刃物を持って自宅駐車場。そうだね。これって何待て。被害者への憎悪が強かったんだ。絶対座れ。伏せっ。現在のところ殺人に発展するようなトラブルは伊藤真嗣と。座れ。でも座れ。そう座れ。管理さん。伏せっ。でしたら拳銃の携行を許可して。伏せっ。腰はまだ凶器を所持している可能性があります。